こんにちは。アマゾイスサポーター、堀秀夫です。アマゾイス、どんなものを扱えばいいのか。これね、こういうのがいいですと言ってね。それがうまく見つかる方もいれば、見つからない方もいる。またね、これは厳しいですねと言ってもね、逆にそのジャンルでね、商品を見つけられる人もいる。これ本当に一人一人のね、今までに何を興味を持ったかとか、周りの環境とかね、あるいは縁とかね、相性といった、なんとなくね、商品探し、数学的というか、科学的じゃない気もするんですけど、実際問題、いろいろヒアリングしながら、こういうのいいんじゃないですかと。で、やってみて、それをね、フィードバックを受けて、うまくいってなかったら、うまくいくように誘導する。うまくいったら、そのままね、もっと深掘りして、売上、利益を増やしていくという形でサポートしてるんでね。あなたの状況がわからない段階で、こういうのを扱いましょうと言ったらね、これほとんどの場合、役に立たないアドバイスになります。これやっていけばわかるんですけど、実際問題ね、商品探しはっていうか、アマゾンシステムも商品探しがほぼ全てなんでね、商品探しは非常に奥が深い。僕が深いから初めてでね、勘どころがわからないと、やっぱり皆さん苦労するところではあります。そういった中でね、この次の3条件をクリアする商品を探して、とにかく、どんどん納品していってね、売れる商品を見つけましょうという形でね、商品探しをしていくわけなんですけど、1年半、せめて1年前ぐらいまではね、もう本当当てずっぽうにただ送ってればね、周りに商品はいくらでもあるんで、儲かる商品見つかりました。で、ところが今、厄介なのがね、在庫リミットというのが、出てきています。ね、在庫リミット。納品できる個数が限られてると。だから当てずっぽうにね、売れない商品ばっかり入れてると。あるいは売れてもね、たまに1個2個売れる商品ばっかり入れてると、あっという間にね、在庫リミットが、リミットに到達して納品できなくなる。つまりね、動きが取れなくなる。ね、商品送りたいけど納品リミットあるから送れないと。いう状態になっちゃいます。だからね、じゃあどうするのという話なんですけど、もう本当、個別でサポートを受けている会社さんはまめに報告してください。で、報告していただければね、じゃあ今リミットに余裕あるから商品探していきましょうとかね、リミットに余裕がないからね、じゃあこういうふうにしていきましょうというふうにこと細かに、サポート、アドバイスしています。じゃあそうじゃない、個別サポートね、受けるお金がないとかね、いや、そこまで、真剣じゃないと言っちゃね、失礼ですけど、マニュアルサポート、あるいはチャットサポートでね、自力でやっていきますという場合には、目安として月10個は売れる商品だけを扱うのが理想です。だからね、多少利益を度外視しても、なんなら利益取れなくてもね、月10個売れる商品を見つけてリミットを増やすと、そうするとね、商品探しがスムーズにいきます。何しろ。リミットに余裕があれば適当に商品を送ってればね、儲かる商品は見つかります。で、リミットを増やしていくというのが重要。リミットが増えれば、いろんな商品試して、またその中からね、たくさん売れても儲かる商品見つかる。だからね、今までは、とにかく適当に送ってね、売れた商品をまたどんどんどん送り続けましょうと言ってたんですけど、今現在それをやるとリミットに到達しちゃってできなくなります。だからね、売れる商品をまずね、見つけて、それを、何個も売って、たくさん売るとリミットが増えるというところをね、意識してやっていっていただければと思います。これね、本当、宣伝というかね、実際問題、この勘どころ、やったことない人には難しい。なぜなら、日本人ってね、学校教育でも今までのずっとね、人生の常識でも、みんなと同じことをやるというふうにね、もう体に染みついてる、考えが染みついてるんでね、私に聞くアドバイスも何がいいんですかって、要はみんなが何扱ってて、それ何でしょうかという質問なんですけど、みんなと同じことをやると、このね、物を安く買って高く売るといった段階では、同じことをやると、安く買ってもっと安くしか売れなくなります。みんなと違ってね、自分の強みが活かせる、自分と相性がいい商品を見つけるのが第一なんでね。そんなところを念頭に商品探しをしていってください。これすいません。マニュアルに落とし込むのは非常に難しい話なんですけど、みんなと違うものをやると。
自分だけができるのをやるというのが非常に重要です。ね、でその勘どころが難しいというのが、ね、あってわからない方は、まあ、極力宣伝になっちゃいますけど、個別サポートにアップグレードしていただいて、商品探しは、私の指示に従って誘導される通りに素直にやっていただくというのが、ね、一番スムーズに見つかる方法です。まあ、今までと違って、在庫リミットという厄介な、ね、要素が出てきたんで、商品探し、難易度が上がりましたというお話でした。またご報告、ね、ご相談お待ちしてます。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。